ロザワイショウ銀河は、ロザの方角にある楕円銀河であり、ワイショウ銀河である。ハーロー・シャプレイが、彫刻室座ワイショウ銀河を発見した、直後の1938年に、南アフリカ共和国のボイデン天問題で24インチ反射望遠鏡で、撮影したプレートの中から発見した、銀河系の友銀河であり、6つの球状星団を含んでいる。 そのうち最大の NGC1049 は銀河そのものが発見されるより以前に発見された。銀河系からは毎秒 53km の速さで遠ざかっている。含まれる構成のほとんどは種族2である。ブオナンノラは1999年にハップル宇宙望遠鏡を用いてこの銀河の中の球状星団であるロザンのヘルズシュプルングラスセルズを導出した。 他の球状星団である、ロザ1、ロザ2、ロザ3、ロザ5が、コトザ RR 型変更性を含む水平分子で、あるのとは異なり、ロザ4は、水平分岐に、赤色性しか含まないことが発見された。また、ロザ4は、他の球状星団よりも30億歳ほど若かった。ブオーナンのラは、ロザ4のヘルズシュプルングラッセルズは、 若い球場星団であるループラックと106と強く類似していることを指摘している。この事実は二つの疑問を呼び起こす。なぜ大栄牙小銀河は銀河系の銀河波浪での球場星団の形成が終わったずっと後になって、ロザワイ小銀河のロザ4やいて、ザワイ小銀河のテティサン7のような球場星団の形成を許容するのか。また、 ループラクト106のような銀河波浪の外装の若い球状星団がもともとは現在はすでに亡くなっている大円賄小銀河から形成されたということはあり得るのかという疑問である。ありがとうございます。